科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンターの串田です。よろしくお願いいたします。まず今日の講習会ですけども、パソコンを使ってデータベースに実際にアクセスしていただいて、学んでいただくという趣旨でやっておりますので、こちらの方のログインの方がちゃんと皆さん完了してますでしょうか。でインターネットのつながるかどうかってことを一応確認して、もしつながってない場合には席を移られるとかですね、あと、スタッフの方に声をかけていただければ対応できるかと思います。よろしくお願いします。私ども統合データベース講習会は全国の大学あと研究機関等でデータベースであるとかバイオマティクスのツールの講習をさせていただいております。でちょっと先ほど見たところ、2008年ぐらいからこの講習会が始まっていて、今回が、記念すべき第50回ということで、今私どもこちらで開催させていただくことになります。非常に感慨深いものがあります。また今回このアジャックス十勝をの開催にあたりまして、大学のスタッフの方々特に、徳次先生には、準備からいろいろ調整から、非常に、お世話になりましたこと改めてここで御礼申し上げます。ありがとうございました。この講習会ですけども、皆さんお忙しい時間を割いて参加していただいているかと思いますので、例えば途中で退席されても構わないですし、またその後、途中で入場していただいても構いませんので、時間を有効に使っていただければというふうに思います。であと、横の方にビデオカメラが設定されていまして、今回撮影させていただいています。でこの講習の内容についても後ほど、動画で見ることもできるようになるかと思います。今回参加できない方も何人かいらっしゃると、来たかったけども参加できなかったって方が何人かいらっしゃると聞いてますので、その方々には、資料もいくつか余ってますので、それをお持ちいただいたり、あるいはその動画の方をまた紹介していただければ後から同じ内容のものを見ていただけるかというふうに思います。あと資料の中にアンケート用紙が入っているかと思うんですけども、このアンケート用紙は今後のその講習会の改善とかサービスの向上の参考にさせていただきたいと思いますので、講習会の一番最後のところに後ろの方に回収ボックスを置いておきますので、帰るときにこちらに入れておいていただければというふうに思います。だいたいそれぐらいで何か質問等はないと思いますけども、じゃあ実際に講習の内容の方に入っていきたいと思います。最初にですね、こちらの私ことスライドというかプロジェクター2台使って説明していまして、主にちょっと左の小さい方をメインでこのスライドを流していって、実際にそのデータベースを使って、体験していただくものについてはこの右の画面を使って紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。それではちょっと座らせていただきますけども、 NBDC の紹介と NBDC が提供するサービスという、タイトルで、お話しさせていただきます。でまず最初に目次ですけども、講習を始める前にということで、このアジャックス十勝のページがある、こちらに今映ってますけども、ページがあるのでその紹介をします。次に JST 科学技術振興機構と NBDC の、役割といいますか仕事について簡単にご紹介した後、主なサービスについて紹介して、さらにもう一つ新しく加わったサービス、人に関係するデータ関連のサービスというのがあるので、それを紹介して、さらに時間がありましたらその他のサービスということでまたいくつか紹介させていただいて、最後に今後の計画と4省の連携、これは統合データベースという取り組みの中で各省庁がどういう連携をしていくのかということを簡単にご紹介して終わりにしたいと思います。でまず最初に講習会の資料の置き場とタイトルがついておりますけども、事前にこのページについてご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、Google 検索とか Yahoo の検索で、MODDB 十勝と検索していただくと、多分上か一番上かその2番目ぐらいに出てくると思うんですけども、この講習会のページが、出てきます。こちらの今、表示している右の方の画面なんですけども、で下の方を見ていきますと今日のプログラムがありまして、あと講習会の資料の方がですねいくつか、もうアップされていますので、これも
適当なタイミングでダウンロードしていただいて見ていただくこともできると思いますし、また、今回参加されていない同僚の方にご紹介していただいてももちろん構いません。統合データベースの遠隔といって、その年表がありますけど、まず簡単にそれをご紹介をします。でまず最初に、2000年に文科省、当時まだ文科学省じゃなかった文部省ですね、文部省の方で科学技術会議というところで、人材の育成であるとかデータベースの構築、あと、情報解析技術の開発という3つの観点から、提言がありまして、それを受けまして2001年にJST 科学技術振興機構にバイオマティクス推進センター BIRD というものが、作られました。でその後2004年に、この時期はもう、文科省になっていると思うんですけども、科学技術学術審議会というところで、やはりその、データベースに関するポータルサイトの構築であるとか、統合データベースのための技術の開発であるとか、人材の育成を緊急に取り組む課題として、提言がありまして、それを受けまして情報システム研究機構を中核機関とします統合データベースのプロジェクトが開始されて、多分翌年だったと思うんですけども、 DBCLS という組織ができました。この DBCLS の組織というのは、今回の講師の中にも入っています川野さんとか小野さんが、所属している組織です。であと同時にですね、文科省、農水省、経産省でも統合データベースのプロジェクトが、省庁ちょっと別々に最初は、スタートしていったという経緯がございます。でそれまた、その後2008年に、総合科学技術会議の、統合データベースタスクフォースの中で、ライフサイエンス、統合データベースセンター DBCLS と、BIRD と、一体的な運用をしていくということの提言がございまして、2011年に、科学技術振興機構 JST のもとに、バイオサイエンスデータベースセンター NBDC が設立されたという経緯がございます。NBDC の取り組み、ミッションの一つとして、データを共有するということを目的に、活動していますけども、その意義ですけども、ここに書いてあるいくつか書いてありますが、例えば研究の結果の再現性や透明性の確保、重複研究の投資の軽減、研究やイノベーションの加速等が、ございます。で、この根拠になるのがですね、何なのかって実は絵に書いてあってですね、国などの公共資金を投じて得られたデータは、国民が公平に、その、成果を共有し、受けるべきであろう、享受するべきであろうというような、根拠のもとにこのような、活動が成り立っている。でこれは日本だけではなくて、アメリカ、NIH とか、ヨーロッパの方でももちろん同じような動きとして活動していまして、流れとしてありまして、特にその NIH の、ファンディングに対しては、データの解析が出たらその結果をまずその、データの解析が済んで何ヶ月後とかですね、何週間後に公開するようにということが今求められています。でこのスライドは、JST と NBDC のちょっと紹介のスライドになります。で JST 科学振興機構と聞くと皆さんそのファンディング機関であるというようなことがイメージとしてあるかと思いますけども、その役割の中に今はですね、科学技術イノベーション創出のためのに向けたというこの科学技術イノベーション創出という言葉が、枕言葉と入っていまして、それに関係するその戦略の立案、科学技術イノベーション創出の推進、これがファンディングの部門になるかと思います。で3番目として科学技術イノベーション創出のための基盤形成という中の1番目のところに科学技術情報インフラの構築とございますけども、ここのところで NBDC の役割が、あるというふうに、お考えいただければと思います。で、先ほど申し上げました通りバイオサイエンスデータベースセンター NBDC はJST の中にできた、比較的新しい組織でありまして、先ほど年表に見ていただいたように2011年の4月に、
設立されました。でそのミッションとしましては、生命科学分野のデータベースを使いやすくするミッションということで、データベース研究開発戦略の立案、データベースの充実、データの公開、あと国際連携というような役割を担っています。でこれはその、NBDC が今取り組んでいます、我が国が取り組んでいますデータベースの統合の、模式図、これはお配りした資料の中のパンフレットにあるんですけども、簡単にご紹介をすると、その各データベースを一つの入れ物に入れるというよりも、それぞれのデータベースの拠点を、しっかり整備をしてやって、それを、うまく連携をしてつないでいく統合を図るということで、連邦型の統合データベースを目指しているというような、形になっています。であとこちらの方もパンフレットの方を見ていただければ分かると思いますけども、各分野の、データベースの統合のための、ファンディングを行っていまして、各分野の代表の先生にその分野のデータベースの統合を進めていただいて、いるプロジェクトも行っています。で詳しくはパンフレットの方を時間のあるときにまた見ていただければというふうに思います。でこのスライドは生命科学分野のデータベースに対する皆さんからの要望を、ちょっとまとめてみたものです。で1番目ですけども、どんなデータベースがどこにあるのかよくわからない、で実際自分が使いたいデータが他のところでも実際に、研究がされていてデータがもう出てるんじゃないか、よくわからない。で2番目として、複数のデータベースを横断的に検索できないか。でこれは例えば、一つの、研究を、される場合に、データベース一つで、全てが解決するわけではなくて、おそらくいくつかのデータベースを調べていくということがその研究の過程で必要になるかと思うんですが、その時にやはり一つ一つのデータベースの使い方を勉強しなきゃいけないというのは、結構大変であるということで、例えば同じキーワードで検索するんだったらその、一括に検索ができないのか、一つの検索の窓口を設けてやって、Google のように、検索をざっと並べて出してくれないのかというような、要望が、あるかと思います。で、あと3つ目としまして、データのセットを取得できないのか。で、これは、実際自分が持っておられるデータに対して、例えば検索をして、データベースを検索して一つ一つその結果が出てくるというような感じじゃなくて、例えば自分の持っているデータセットに対してまとめてその結果を返してほしいであるとか、その成果に対してもう例えば自分でデータベースをもう作ってその成果として公開したいであるとか、記録しておきたいというような時に他のデータ他の成果のデータをまたそこに取り込んで、組み合わせて使うと非常に有意義なものになるんじゃないかということがあった場合に、それが例えば権利として、許されているものなのか、等がよくわからないというようなこの大きな3つの、要望があると思うんですけども、その3つに対しては私どもは、それぞれ対策を考えていて、1つはデータベースの、カタログを作ってやろうというようなこと、でもう一つこの2番目のも、ところに関してはデータベースの一括検索ができる、システムインターフェースを開発してやろうということで、3つ目としてはデータの一括のダウンロードができるサイト、仕組みを整えてやろうということで、私どもこの NBDC の、3大サービスと以前は、最近は1つサービスが増えたので、3大サービスプラス1とか、4大サービスになるかもしれませんけども、この3つのサービスが、特に主要なサービスとしてありますので、今回の講義でもこの3つについて中心にご紹介をしたいと思います。で今度は、実際それはデータを利用する場合の問題点っていうのもいくつかあって、また順番に見ていきますと、どのようなデータが入っているかわからない、例えばデータベースを、それらしい自分が使いたいようなデータベースを、見つけに行くときに、そのデータベースが、本当に実際の入っているどういったデータがあるのか、よく、使いたいデータが入っているかどうかわからない。でこれは一つは、データのフォーマットの標準とありますけども、あとデータのその説明、データベースのデータの説明が結構書き方がまちまちになっているので、そのデータベースの説明のメタデータといいますけども、その部分を共通化といいますか標準化しようというような取り組みをしています。で2番目として、
求められたデータが入っているか、あそこのプロジェクトであんな研究をしていたけどもその成果がどこにあるのかわからないってことがあるかと思うんですけども、それに対しましては公的な研究に対してはそのデータをまあ公開してもらうとか帰宅をまあ義務付けていくというような取り組みを行っています。で3つ目としまして、データをデータベースを見つけてそのデータを実際使うときにそれをどういうふうに使っていいのか、どういう条件の下で使えるのかということがやはりよくわからない。でそれに対してはやはりそのデータの利用条件の標準化、であるとかデータのその、利用許諾というか利用条件を、明示化するというようなことを今、取り組んでいます。でそのデータの利用条件のところに関して、その明確化するとか標準化するって話がございましたが、私どもはそのデータベースに対してクリエイティブコモンズという、著作物とかそのコンテンツに対する利用条件を、明確に表した、取り組みがあるんですけども、それを使って、ライフサイエンスのデータベースに対して、利用条件を明確化していくという取り組みをしています。でこれは最近ウェブ等のコンテンツであるとかあと、いろんな著作物にこういったマークがついているのを見たことある方がいらっしゃると思いますけども、これがそのクリエイティブコモンズの、取り組みで、それぞれが、その利用許諾の条件を表しています。でこれはこの4つのマークがあるんですけども、この4つのマークを組み合わせてその作品といいますかその著作物の利用条件利用許諾を表しています。で例えば一番この左の上にある表示というものはこれはこの、オリジナル作品を使った場合に作品のクレジット要は、著作者の、名前を出すであるとか、URL をちゃんと、表示してやるということになります。あと改変禁止というのはこれはその4で字のごとく、オリジナル作品を変更してはいけないそのまま使ってください利用する場合はそのまま使ってくださいというものです。で、非営利これは営利目的での使用を禁止するもので、継承ってこれちょっと分かりづらいんですけども、元の作品と同じ条件で公開するといったことを求めている継承というものがあります。この4つのマークを組み合わせて6つの利用条件を表しているわけなんですけども、左のものが比較的その利用条件が緩いもので右にほど難しく、ちょっと厳しいものになります。例えばこの一番左のものこれ言い方としては CC BY という言い方がされますけども、このマークを見てもらうとその、この、表示のマークだけついているので、この例えばこのマークがついているデータベースを使用する場合にはこのデータベースを使いましたというようなことを表すためにその データベースの、著作者、運用機関を表示したりその URL を表記することが求められているもので、もう少し一歩進んで言うとその他のマークはついていないのでそのデータそのものも変えてしまっても構わない。で営利目的で使っても構わない、というような、マークがついていないものに対してはもう、それ以外のものの利用、条件は求められていないというものになります。これが比較的、緩い、一番緩いものはパブリックドメインということで、権利をすべて放棄したものもあるんですけども、権利を使用しているものとしては一番緩いものになります。で右の方に行ったこれが CC by、NCND と呼ばれているものでこれになりますとクレジットの明記と改変の、非営利の利用に限るで、改変も禁止しているというような、厳しい、条件になります。ただこの条件を守りさえすれば、その著作物を利用することが二次的利用が、できるというような、ことを表しています。で今6つの、利用条件を紹介しましたけども私ども NBDC の、データベースの、統合の取り組みあるいはデータの共有の取り組みの中で、クリエイティブコモンズのマークを使っているんですけどもデータベースにつけていくんですけども、基本的にこの3つの条件のものを使う、先ほど言った一番その左端にあって自由度が高いものっていうのがこれなんですけども、それともう一つ上の段階ちょっと厳しくなっちゃうんですけどもこれより自由度が高いものについも高いものをデータベースにライフサイエンスのデータベースにつけていってデータベースの二次的利用を促していこうという取り組みをしています。でちょっと一番上のところさっき紹介してなかったんですけどもこれがその CC by SA というもので
著作者とか URL のクレジットを表記するとともに、SA ということで、これは継承ということで、この作品、オリジナル作品を二次利用する場合には、二次利用して自分がその、新しく作った二次生成物を公開する場合には同じ利用許諾、この条件でまた公開をしなきゃいけないというようなことを求めているものです。でこちらは先ほども紹介した通り、作品を使った場合にはクレジットを表記することが求められているもので、さらに CC0 というのはパブリックドメインということで、もう自由に、使ってよし、利用条件なしということでクレジットの表記も求められていないものです。で以上、大体その大まかな、データベースの、データベース統合の取り組みについてご紹介をいたしました。でこの後は実際に、NBDC の提供しているサービスについて、具体的にご紹介をしていこうと思います。で NBDC のポータルサイトっていうのがございまして、でこれは、ちょっと画面の方、こちらの右の方に、見ていただきたいと思いますが、検索のところで、NBDC と、多分 Google でも Yahoo でもいいんですけども、検索をしてもらうと、多分一番最初に表示をされると、ここら辺までちょっと皆さんやっていただけますでしょうか。NBDC とタイプしていただいて、多分検索をすると一番最初にバイオサイエンスデータベースセンターというのがあって、こちらのこのような画面が出てくるかと思います。これが私どもの、NBDC のポータルサイトになります。で、このポータルサイトは、40種類以上の、サービス、どんどん追加されていますので、どんどん増えているんですけども、サービスがその、生命科学系のデータベース関連のサービスであるとか、バイオマジックのツールも含めてなんですけども、含まれていて、登録不要で、無料でどこからでも誰でも使えるようなサービスになっています。この画面が出ない方っていらっしゃいますか？大丈夫ですか？はい、それではこちらのところにですね、右の上の方に、左の上の方に、生命科学全体のデータベース統合というところの、区切りのところにデータベースカタログとか、データベースの横断検索、今一括検索であるとかアーカイブというサービスがあるんで、これが先ほど紹介した、私どもの その3大サービスと呼ばれているものなんですけども、このサービスについて順番にこれから紹介をしていこうと思います。まず最初にデータベースのカタログについて、紹介するんですけども、一旦また、右の方のプロジェクターの画面を見ていただいて、まず最初にデータベースのカタログについてご紹介をします。で先ほどもこれはお見せしたスライドなんですけども、生命科学分野におけるデータベースの要望というところの、一番のところにデータベースのカタログがというサービスを提供しているという話をしました。これについてご紹介をします。でまず、私どもこのデータベースのカタログを正式名称としてインテグバイオデータベースカタログと呼んでいますけども、この、インテグバイオデータベースカタログでは国内外の生命科学系のデータベースの所在情報や説明情報を提供するカタログであります。で現在収録されているデータベースは1300件以上で、国内のものは900件以上になります。で収録している内容ですけども、各データベースについて20種類の記述項目をまとめています。データベースの名前であるとか URL であるとか運用機関名であるとか、生物種であるとか、そのデータベースの簡単な説明といったものです。でそのデータベースの、カタログに対してキーワード検索とか、カテゴリーを、指定してやって、絞り込むというような検索機能を持っています。あと、記述項目がダウンロードできるようにもなっています。じゃあ次に簡単に使い方をご紹介しますけども、先ほどこの右の画面にあるように、このポータルサイトのカタログのところを押していただくと、画面がこういった画面、ちょっとこれ左の画面っていうのは、
古いものをキャプチャーしたので、ちょっと今の画面と違うかもしれませんけども、内容は一緒ですのでこれを使ってご紹介をします。でまずこの、データベースカタログは3つの画面から構成されていて、まあ、左のところが、検索をする画面、キーワード検索をしたり、あとキーワードを使って絞り込みをすることができる、画面になります。で真ん中のところがそのデータベースの一覧で、今、1374件と書いてありますけども、この、データベースがずらーっと、並んでいるという形になります。で一番右が、新着の情報であるとか更新の履歴であるとか、ダウンロードの、ができる、まあところになります。操作する画面になります。じゃあ実際にちょっと使い方を、このスライドの方を使ってご紹介します。で使い方ですけども、まずこのウイルスについてデータ、ウイルスに関係するデータベースを絞り込みたいときには、この左の画面の、一覧を絞り込むという中にウイルスというのがあるので、これを押してもらうと、47件まで絞り込まれます。要はウイルスに関係するデータベースが1374件から47件まで絞り込まれたということを表しています。で、この、条件をリセットというボタンがあるの でそこを押すとまた元の1374件に戻ります。でデータベースのちょっと中身を紹介するんですけども、ちょっとこの画面では、NBDC の人データベースというのを使ってその、どういう情報が入っているかというのを紹介したいと思います。でちょっと小さくて見にくいんですけども、このサムネイル、この、絵が画像があって、その横に NBDC 人データベースと書いてありますけども、この部分をクリックをしますとオリジナルのこの人データベースのページに飛びます。それで、で下の方にちょっとこれも画面の方小さいんですけども、詳細へと書いてあるクリッカブルのところがあるんですけども、このところをクリックしていただくと、この人データベースについて、私どもがまとめたこの人データベースの、概要の情報、要はメタデータと呼ばれているものが、確認することができます。先ほど申し上げました通り、まあ、データベースの名前のほかに、運用機関の名前であったり、その簡単な説明等の情報が、まあ、こういった簡単な、まあ、表形式のような形でまとめられているということです。であと、この右端の方に、メニューとかがあって、ここにダウンロードっていうのがあるんですけども、このダウンロードってところを押すと、ダウンロードする、導く画面がございまして、でここで、文字コード、まあ、2種類あって、例えば Excel 使う場合には、SGIS を使った方がいいとかですね、まあ、その他一般の、ツールを使う場合には UTF-8 っていう、まあ、文字コードを、まあ、これ使い分けていただければいいんですけども、この2種類の形式で、まあ、同じ内容のものが、ダウンロードして使っていただけるようになります。でここでその利用許諾のところ、先ほど、ご紹介したような、マークがついていて、これはパブリックドメインなので、この、データベースカタログについての、メタ情報を利用する場合には、特にこの、カタログデータベースの URI を表示する、要はクレジットを表記することを必要なく自由に使っていただけるというものです。でこれちょっと注意していただきたいのは、ここの利用許諾がパブリックドメインになっているということなんですけども、あくまでもこれはそのカタログの情報でまとめたメタ情報がパブリックドメインになっているということで、ここのデータベースが、パブリックドメインで公開されているわけではないので、ここのデータベースの内容を実際にそのアクセスしていただいて、その、利用する場合には、そのページの方のデータベースに書いてある利用許諾に従って、利用をするようにしてください。これだけちょっと一点注意をしてください。それでは、簡単にちょっと実習の時間を設けていますので、カタログの使い方をちょっと、一緒に、進めていきたいと思います。で実習の位置として、
人に関係するデータベースで、さらに健康とか疾患に関係するデータベースはいくつ存在するのかということを調べるのが実習の1で、2番目はさらにそのうちで国内で作成された、国内で運用されているデータベースはいくつあるのか、でさらにそのうちで、現在もちゃんと、稼働しているもの、運用中のものがいくつあるのか、でこのカタログの情報っていうのは、もう運用停止してしまったものについても、一応、カタログのリストに載っているんですけども、実際に運用されているかどうかっていうようなことは、常日頃自動的にその実際にアクセスしていって答えが返ってくるかどうかってことを見て、運用が停止しているかとか、あるいは休止中であるとか、実際に運用しているかってことを調べているんです、情報もあるんですけども、まあ、そのいくつ稼働しているのかと調べる。で4番目は記述項目をダウンロードして Excel で開くと書いてありますけども、まあ、これは今回はまあ、時間の都合もあるのでやらなくていいので、1から3までちょっと、時間を、差し上げますので、ちょっと自由にやってみてください。でどんどんその他自分の、この実習の項目に、とらわれずに、自分の調べたいことを調べていただいても構いません。じゃあこちらの右の方の画面でちょっと私の方が今この実習の内容について同じようなことをやってみたいと思います。でまず人のデータベースはいくつあるのかってことですけども、ちょっと画面が新しくなっているので、ここの動物のこのプラスのところを開くと、細かい生物種のところが、出てきます。で例えば人のデータベースに絞り込みたいときにはもう304件と書いてありますけども、これを押すと、1374件から304件にまで絞り込まれます。でさらに人の疾患、健康とか疾患に関係するデータベースについては、これもちょっと表示が出てないんですけども、このカテゴリーというところ、ちょっと下まで行ってカテゴリーというのが、ここにあるんですけども、その対象のところの下の続きを見るというところがあるので、これを押していただくと、下のところに、健康とか疾患に関係するデータベースの、まあ、タグの情報がついているものがあるので、これをクリックしてもらうと、まあ、絞り込まれます。でここに今ちょっとこれ私はこれインターネットエクスプローラー使ってちょっと画面が乱れちゃってますけども、今人と、健康と疾患の情報を掛け合わせて今、ちょっと見にくい139件かな、139件のデータベースが絞り込まれているということになります。でさらに国内で作成されたデータベースはいくつかあるかってことなんですけど、この下の方にざっと見ていただくと、地域っていうのがあるので、ここで日本というのを押してもらうと、まあ、95件にまで絞り込まれて、さらに、実習の3番目としてそのうちいくつ稼働しているかっていうその稼働状況を表す、絞り込みの、選択肢があるので、ここで稼働中というものを選ぶと、今実際に、オリジナルのサイトの方でデータベースの公開が、進められているもの、中にはその、まあ、公開が手間、更新がもうされていないものもあるかと思いますけども、中には更新が続いているものもあると思いますが、引き続き公開をしているものに絞り込むことができます。以上がそのカタログについての、
ご紹介ですけども、もしこの場で質問があったらお受けしますし、後からあの講習のこの後でも構わないので、あったらいつでも言ってください。あ、ちょっと教えてください、はい。フリーのキーワードで検索する場合、はい、and とか or っていうのは使える、そうですね、ちょっとあの私は確認をちょっとしてみます。そしたらあのおそらく Google と同じようにスペースを空けてやると、and になるのかな、あ、or になる、and ですね、多分。例えばで、この、検索の空間なんですけども、先ほどのそのメタ情報をまとめたところになっていると思うので、メタ情報、各データベースの記述についてまとめたところにあるところを見に行って、そこに人という記述があれば人について調べているというようなことになって、さらに、ゲノムとかって入れると、まあ、多分この and で検索をしているんだと思います。ここはできないと思いますね。はい、ちょっとそこら辺の検索の機能のところは今あのどうするかってことはちょっと検討していて、はい、ちょっと後からちょっとご紹介する、例えば横断検索みたいなところで、その横断検索の技術を利用したりっていうようなことも考えているので、もしご要望がありましたらお伺いして、その担当者の方に、実現可能かどうか確認をしています。はい、それちょっと時間も、ちょっと、予定ちょっと遅れてる感じなので、先に進めたいと思います。で、次がその、データベースの要望に関するところの2番目ですけども、複数のデータベースを横断的に検索できないのかということで、データベースの一括検索、横断検索というサービスを私どもは提供しています。で、このデータベースの横断検索は、生命科学系分野のコンテンツを対象にした検索のシステムで、分子データベースの中を文献や、特許情報と合わせて一括検索できるサービスで、検索の対象となっているデータベースが、まあ、ちょっと、資料を作った時点で437件だったんですけど、ちょっと多少増減することがあります。で、特徴としては検索のキーワードの日英総合翻訳をしているので、例えばインフルエンザとかカタカナで入れても、そのアルファ、英語のインフルエンザに変換して、その日本語と英語で両方で検索をしてくれるようになっています。で、これは、京都大学の金子先生がの、ライフサイエンス辞書を、搭載させていただいています。で、あと、絞り込み機能であるとか類似のキーワードを表示して、ちょっと検索の、幅を広げるというようなことをしています。まあ、実際にその、一括検索、横断検索の話をする前に、じゃあ時々よく言われるのは Google と何が違うんだということをよく言われるんですけども、それについてちょっと簡単に1枚スライドを作ったのでご紹介をします。で、一つの例として、これは Google でマウスとして検索した場合に、まあ、例えば、ライフサイエンスの研究者が、検索をしたこと、仮定します。で、ただ、まあ、実際には、研究者がGoogle でマウスで検索して、結果を得ようということはあまり現実的にはないんですけども、一応その、データベースの特徴、検索のシステムの特徴を示すために、一つの分かりやすい例としてマウスを使っています。で、 Google で検索をすると、これもちょっと古い画面で申し訳ないんですけども、マウスと入れると、まあ、検索の結果として、まあ、順番に並んでくるわけなんですけども、まあ、今ちょっと違うかもしれません。以前その資料を作った当時はマウスを入れると一番最初に来るのが、そのコンピューターの装置のこのマウスですね、入力装置のマウスが一番上に来たり、あるいはその以前そのPC のパソコンのメーカーでマウスコンピューターっていうのがあったんですけども、そのものが上に出てくるってことで、必ずしも検索者が欲しい情報が上位に来るわけでもないし、いらない情報もいっぱい入ってきちゃうんだということです。
で、それをちょっと改善しようとしたのが、例えば、改善してあるのが一括検索、ライフサイエンスのデータベース、私どもやっている横断検索というサービスになります。でそれは先ほど申し上げました通り、情報源をライフサイエンスのデータベースに限っているので、あまりそのゴミが、見つかってこないというような利点があります。でこれはちょっと一例なんですけど、こういったさまざまな情報を集めていて、実際にそのデータベース入るんですけども、先ほどこのポータルのサイトでこの横断検索のところがあるんですが、今日はこの横断検索のそのオリジナルの方のサイトは、使いません。というのは、今回20名ぐらいの、参加者の方々で、そんなに多くないんですけども、一斉にやはりそのシステムの方にアクセスしていただくと、サーバーが、ダウンしてしまうちょっと恐れもあるので、今回は、講習会用に特別にその、講習会用のサイトを立ち上げたので、こちらから入っていただきます。実際その、この、URL をタイプして入っていただくの大変なので、ちょっと次のスライドのところに、紹介があるんですけども、一番最初の方のスライドで見せた、トカチのデータベース講習会のページのところのプログラムのところの、上のところに横断検索講習会用っていうところがあるんで、ここのページにまずアクセスしていただいて、これがクリッカブルになっているので、これをクリックしていただくと、その講習会の用の、横断検索一括検索のページに行くので、まずそこにちょっと入ってください。で繰り返しになりますけども、このモッド DB の今右の方画面見てますが、横断検索、プログラムのところに横断検索講習会用というのがあるので、これをクリックしてもらうと、この、講習会用の横断検索の画面が出てくるかと思います。でここまでちょっと出てこないって方いらっしゃいますか。もし出てこないって方がいれば、後ろにもスタッフいるので、お手伝いさせていただきますが、じゃあ今この画面開いている方は、ちょっとまず最初に自由に言葉を、Google と同じようにこの、キーワードを入力する枠があるので、そこに入れて検索をしてみてください。であとここにですね、データベースとかヒット件数っていう、ちょっとこの、結果の表示の仕方で2種類今用意しているので、これもちょっとあまり深く考えずにどちらか選んで検索をしてみてください。じゃあ進んでいる方はちょっとどんどんやっていただいても構わないんですけども、キーワードを入れる画面が、入り口がここにあって、
でここでその選択することができるんですけども、まあ、どう違うかっていうのを結果を見てからの説明を聞くよりも結果を見てもらう方がいいかと思うんですけども、選んでいて、まあ、どちらでもいいです。で今このスライドでは先にあの右の方のヒット件数っていった選択をした時の結果をお見せします。で上の方に、ツールバーの方にヘルプのページとかデータベースの一覧等があるんで、興味のある方は見てください。じゃあちょっとあの実際のその操作の仕方をご紹介をします。でここであの検索の先ほど、ここのところにインフルエンザと日本語でカタカナで入れて、あと、スライドでは今からこのヒット件数というのを選んだ時の検索の結果をお見せします。そうするとこの画面のあるように検索の結果が出て、その、まあ、カテゴリーがこう出てくるんですけども、そのインフルエンザにのついて書かれたデータベースのカテゴリーの中でどれだけヒット件数があったのかってことを表していて、ちょっと詳しく見ていくと、例えばこのゲノムとか遺伝子とか、RNA というところには、19526個の、ヒット件数があって、その中に例えばゲノムが182個あって、機能 RNA 一番下の機能 RNA が3個あって、その機能 RNA のところを見ていくと3個あって、で、どのデータベースに引っかかっているのかということが分かっていて、この場合には FRNADB というところでヒット3件してますよということを表しています。でこのじゃあ FRNADB は何なのかっていうのを見るときに、ここに、I のマークがあるアイコンがあるんですけども、これを見てもらうと、そのデータベースの、簡単な紹介のページが、画面が出てくるかと思います。でちょっと続きなんですけども、今はこの検索のときにここのところで、ヒット件数を検索し、選択して検索した例なんですけど、こちらのデータベースの方を検索した例をこれからちょっとご紹介をします。で同じようにインフルエンザを検索した例をこちらで表しているんですが、ここでこの画面はそのヒットしたデータベースがリストが、数件あればその数件分ざっと出てくるんですけども、そのデータベースの記述のどの部分が引っかかってきているのか、その文脈、これあの Google と同じようにその、どの部分が引っかかってきているのかということが分かるような、これスニペットって言ってますけども、スニペットで表していると。でさらにここにそのツールボックスっていうちょっと右の方に、データベースのリンクを飛ばすような部分があったり、あと検索の空間を広げるためにその類似のキーワードみたいなものを、サジェッションしてくるところがあるんですけども、こういったところがあります。で例えば今インフルエンザと検索をして、上の方にナビゲーションバーといって、すべてのデータベースで何十万件かあるかと思うんですけども、そこのうちのどういったカテゴリーのところにどれだけ検索したデータヒットしたデータベースがあるのかってことを表していて、例えば統合データプロジェクトに関係するものだったら、結果として、その、カテゴリーにあるデータベースのリストを、に絞り込んで表示してくれることができるようになっています。でデータベースのエントリー、データベースの中のそのデータセットに対して、細かい区別があるときにはその情報が提示されたり、サムネイルの画像が出てきたり、スニペットでどの部分がヒットしたのかっていうのが出てきたり、 URL が出てきたり、あとカテゴリーが出てきたりします。まあ、説明をちょっとしてなかなか分かりづらい点もあると思うので、実際にその実習の方に行きたいと思います。で先ほど申し上げました通り、講習会用の今の開いていただいているページで、検索のその選択のところに先ほどデータベースとヒット件数というのがあったんですけども、ちょっと今回はそのデータベースの方をちょっと指定して、実際に検索をしてみようと思います。でちょっと今もう、時間もちょっと迫ってきているので、ちょっと私ももう今すぐ同時に、始めます。で、もう分かってるよって人はどんどんあの別のキーワード、を使ってもらっても構わないですし、好きにやってもらっても構わないんですけども、例えば、まあ、インフルエンザになってますけども、まあ、最近東京で流行っているデング熱でも何でもいいんですけども、デング熱でちょっと調べてみたいと思います。で検索をすると、
検索の結果が出てきて、一応日本語でデング熱と入れたんですけども、一応日英変換機能によって、まあこのデングっていうところがその英語でちゃんと検索がされているってことが分かるかと思います。でもちろん日本語の方でも引っかかってきているのが分かります。で先ほども、最初のように申し上げました通り、この特徴っていうのが、検索の空間が、ライフサイエンスに関係するデータベースとか資料に限っているので、まあ、Google の検索よりも、あまりそのライフサイエンスと関係ないものの結果が出てくるということはあまりないように、まあ、デング熱の場合はそんなにないと思いますけども、なっています。であとこの右の方に、ツールボックス、先ほど紹介したところに、デング出血熱とかちょっとシソラスという関連する言葉がある場合には、その辞書から関連した言葉でまた検索がかけるようになっていますし、あと外部リンクといって、このデング熱に関係し、検索をしたキーワードをパブメドに、渡して直接パブメドに検索をかけるような、仕組みがあったり、あと今日ちょっとご紹介するのはその J グローバルって、これはJST 科学技術振興機構で提供している、検索のシステム、情報データベースなんですけども、科学技術情報を広く取り集めた、データベースで、ちょっと今これをちょっとクリックしています。そうするとそのデング熱という検索のキーワードが、この J グローバルというサービスの方に受け渡されて、検索の結果がこのように出てきて、例えばその持っているその情報っていうのが、研究者の情報であるとか文献の情報であるとか特許の情報であるとか、まあ機関とか科学技術用語とか化学物質とか、まあ関係してくるものがあるんですけど、このうちの例えば研究者のところを見てもらうと、JST のデータベースに登録されていて、デング熱についての例えば、報告書を出しているとか論文を出している先生の名前が、まあ、こういった形で、確認をできるというようなサービスになっています。英語のページがです、ちょっと待ってください。ですね、ちょっとないかもしれないですね。すいません。ないかもしれないですね。ちょっと確認をしておきます。それではちょっと引き続き実習の7のところで、遺伝子名を入れていただくんですけど、これはご自分が例えば興味のある遺伝子を入れていただいてもいいと思います。で、まあ、一応例と同じようにするならば、まあ、ソックス2という遺伝子があるんで、それを使って検索をします。そうするとそのソックスについて書かれたその論文がバッと出てくるんですけども、でこの右端のやはりツールボックスのところを見ていただくと、
まあ、2種類の遺伝子が実は登場していて、まあ、遺伝子名についてはこれ皆さんご存知の通り、同じ名前が別の遺伝子に使われていることがよくあるんですけども、その切り分けをしたい場合には、例えばここでちょっと、切り分けすることができて、即数と呼ばれているものだけども、実は SRY という遺伝子の方であるときにはこれを選んでもらうと、まあ、絞り込んで、くれて、っていうのが今実習の7のところで、実習の8のところはそれに引き続いて、今この即数について書かれているデータベースが2つヒットしていますけれども、そのうちの下の方にゲノムネットワークプラットフォームというデータベースがあるんで、まあ、そこのそのデータベースのところをクリックしてもらうと、この即数のこれはおそらく、まあ、マウスだったと思いますけども、マウスですね、マウスのその遺伝子制御のネットワーク、ゲノムネットワークプラットフォームっていうのはその、遺伝子制御のネットワークの情報を表しているデータベースなんですけども、まあ、その、関連する即数が関係している遺伝子ネットワークの情報が、まあ、表示されるというようなことで、まあ、横断検索の中に入っているその、対象になっているデータベースの方にも、自由に、飛んで、見に行くことができるような仕組みになっています。ちょっと時間がなくなってきちゃったので、ちょっと質問とまた後からお受けするとして、ちょっと先に進めていきたいと思います。3つ目のその要望のところで、3つ目のところでデータセットを取得できないのかということで、データを一括にダウンロードして、その、利用許諾の下で使えるようなサービスとして、提供しているのが私どもの、生命科学系データベースアーカイブ失礼しました、アーカイブというサービスです。でこれは、国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスで、今収録されているデータベースが85件、これちょっと今さっき見たら89件になってますけども、増えています。であと、CSV とか、まあ、RDF、 ちょっとこの RDF って形は皆さんあまり馴染みがないかもしれませんけども、まあ、非常に標準化された形式でダウンロードすることができる、利用することができる。で標準化されている形っていうのはどういうことかというと、その特定の特殊なですね、アプリケーションを使わないと開けないような形じゃなくて、例えばテキストエディターとか、その広く一般で、フリーで使えるようなソフトウェアを使って開くことができる形式でデータを公開しているということになります。であとデータについても CC ライセンスで配布しているので、そのマークに従って見ていただくと、例えば CC BY であるとか CC BY SA というような形で、おそらく利用できるものがほとんどだと思います。で収録しているデータベースですけども、このように、まあ、今さっき89件と言いますけど、まあ、徐々に増えていくような感じになっていて、まあ、今のところこのような分野のデータベースが収録をされています。データベースアーカイブの入り口ですけども、そのポータルサイトの初めのところに戻っていただいて、その、この3つ目のところに、囲ったところに生命科学系データベースアーカイブというのがあるので、ここで入っていただく。でこれが、その画面になるんですけども、ちょっと実際にそしたらあれなので、画面の方を見ていこうと。ちょっと右の方のスライドを使いますが、ここにアーカイブっていうのがあるので、アーカイブを見ていただきます。でこれが今89件になってますけども、ちょっと左のスライドと違って増えているので違いますけども、まあ、ずらっと89件のデータベース、このデータベースが、一応データを一括して使えるサービスになって、その利用許諾がこの右端にあるので、この利用許諾に従ってそのデータを自由に使うことができるものです。で例えば、まあ、どれでもいいんですけども、どうしようかな、まあ、どれでもいいですね。例えば一番上のところで EDDASS というデータベースがありますけども、まず最初に、ここのところを押すと、このサムネイルとかこのところを押すと、多分オリジナルの、このデータベースのメタ情報
概要の情報におそらく飛ぶんだと思います。まあ、こういった概要のデータベースの説明のページが、まあ、EDAS というデータベース読み方らしいんですけども、データベースがあります。でさらにその、利用許諾を見たい場合にはこのデータベースについてっていう囲みがあるんで、ここを選んでいただくと、CC by SA の形で表示されていたりというようなことになっています。であと実際にダウンロードする場合にはダウンロードっていうところがあるので、ダウンロードってところを選んでもらうとこのような形で、データをダウンロード、もう実際にその直接ダウンロードすることができるようになっていますし、そのデータの中身をちょっと確認したい場合には検索とかダウンロードっていうのがあるので、ここを押していただくとそのデータの中身をちょっと確認することができます。実際には実習の方を進めていった方が分かりやすいと思うので、もう一度そのアーカイブのところ、一番最初のトップ画面のところ、このホームページのところ、この、ツールバーのところのホームページ、ホームっていうのがあるので、ここをちょっと押して元に戻ってみてください。でこれから実習のやる内容なんですが、OpenTG Gates っていうその、医薬基盤研の方で作られたデータベースがありまして、このデータベースの説明が、ちょっと左のスライドですけども、ちょっと簡単に書いてあって、170個の化合物をラットの個体およびラットおよび人の幹細胞へ暴露した際の遺伝子発現の情報とその毒性の、病理所見のデータベースになっています。でこのデータベースのちょっと、を使った、検索の事例、アーカイブの、使い方の例を示すことをします。で内容ですけども、 OpenTG Gates の病理情報のデータから、肝細胞肥大の、ハイパトロフィーを示したデータを絞り込んで、まあ、ダウンロード、まあ、今日はちょっとダウンロードする時間もないので、まあ、その、絞り込みまでちょっとしてみようと思います。で10番目のところに、まあ、その病理画像をちょっと、簡易的に見る方法をご紹介をします。で実際にそれをダウンロードすると、画像のファイルが非常にでかいので、ちょっと適さない場合がありますから、今回ダウンロードはしません。じゃあちょっと簡単に進めて検索の仕方を見ていこうと思います。でまずここに一覧検索っていう枠があるので、ここに、OpenTG Gates と入れてもらえばいいんですけど、まあ、Open と入れるともう Open と書いてある名前のデータベースは2つしかないので、まあ、この2つがリストアップされているかと思います。で、まあ、今回この下の方の写真じゃなくてこの下の方を使うんですけどもまず最初にさっきも言ったように、その OpenTG Gates のそのオリジナルサイトに行く場合にはオリジナルサイトっていうのがあるんで、ここでオリジナルサイトを選ぶとその行くことが、まあ、できるんで、一応参考まで見ときますと、こう OpenTG Gates のオリジナルのページにオリジナルサイトってところを選ぶと出てきます。で、まず最初にこのサムネイルの画像のところか、あるいはその OpenTG Gates のこの名前のところをクリックしてもらうと、まあ、ここにその概要の情報があって、まあ、どこで、連絡先とか、分類とか生物種という情報があります。でここのこの左の方にこのデータベースについてというまたその、行き先の、ところが示すものがありますけども、まあ、利用許諾のところを仮にちょっと見てみますと、一応このデータベースは CC by SA という形でデータを利用することができる。 CC by SA というのはこれも繰り返しになりますけども、このデータベースを使って例えば公開する場合、あるいは二次生成物を作る場合には、その、クレジットを表記するということであるとか、実際、それを公開する場合には同じ CC by SA という形でデータの公開を求めている、利用、条件になります。で一応これを確認してもらって、実際にダウンロードデータをダウンロードするところに行くわけですけども、このダウンロードってとこあるんで、ここダウンロードを押してもらってもすぐダウンロードが始まらないので、安心してちょっと押してみてください。
そうするとこの画面になっていて、実はその OpenTG ゲーツのデータベースの中には、まあ、いくつかのテーブルがあって、で今回はそのうちの13番目の病理情報といったそのデータセットについて、その内容を見に行くことをします。でその病理情報の内容についてこの病理情報のところをクリックしてもらうと、そのまた、メタ情報といいますか詳細な説明があって、ここの真ん中のカラムのところ、データファイルのカラムのところを押すと、ZIP の形式でデータのダウンロードが始まります。で、一番この右の検索&ダウンロードというところ、ここをちょっと今見ていますけども、ここを押すと、その病理情報のデータの、中身を一部、あれちょっとこれ出てこないですね、なんでかな、利用許諾、これ見なきゃ、ちょっとひょっとしたらエクスプローラーではうまくできないかもしれ、ちょっと皆さんのちょっと環境でもちょっとできないかもしれないので申し訳ないですけども、こちらの左のスライドを見てご紹介をしていこうと思います。すみません、ちょっと実習がうまくできない感じになってますけども、で今紹介したページがこちらの、OpenTG ゲーツの、データのセットを表したもので、そのうちのこの一番下の病理情報のところまで多分表示できたと思うんですけども、そのうちのその検索ダウンロードっていうところをクリックしてもらうと、実はこういったそのデータの中身を見ることができて、実際にダウンロードする前に自分が探しているデータがちゃんと入っているかどうかっていうのを確認することができます。でちょっと画面も小さくて申し訳ないんですが、まずダウンロードする場合にはこのオールっていうところがあるんで、これもちょっと実際また研究室に戻って見てもいただくのがいいかもしれませんけども、これを選ぶとダウンロードすることができるようになっています。で今回は、幹細胞の肥大についてのデータの、リストを取ってくるってことなので、ここにハイパトロフィーっていうことをタイプして、で、ファインディング、病理所見のカラムのところ、ここですね、病理所見のカラムのところが、ここかな、ここが病理所見のファインディングタイプのところなので、ここの検索空間に対してハイパトロフィーのものを調べてやって、あとオーガンっていうのがあるんで、あと リバーとかおそらくそのキドニーぐらいしかないんですけども、検索をサーチのボタンを押すとデータがまあ絞り込まれるというところが、本当はちょっと見ていただきたかったんですけども、まあ、そう言って絞り込んでいく。でそれを、まあ、ダウンロードして実際の、データを一括してダウンロードして、自分の例えばデータセットにくっつけちゃったりして、公開する場合には先ほど示した利用許諾を使ってデータを公開するということになるわけです。で、病理画像を見るっていうところがこの、ところがあって、ちょっと字が小さくて見えないんですけども、パソロジカルイメージっていうボタンが、クリックアブルになっている場合にはそれを押すと、この画面が出てきて、さらにここの部分にサムネイルがあるんですけども、これをクリックするとちょっと大きく表示できるんですけども、ちょっとスライドの用意してないんですけども、見ること、まあ、この画面がちょっと見ることができるようになっています。まあ、大体この3大サービスについてご紹介したんですけど、まあ、ここまではそのデータベースのアーカイブの使い方についてご紹介をしたんですけども、実際我々はその皆さんから出てきたその研究の成果のデータベースを、帰宅という形で受け入れて、皆さんに代わってその、データの公開を継続して差し上げるということができます。まあ、ただしその、データの更新等は皆さんにやっていただく必要があるんですけども、その URL をちゃんと提供したり、データの公開のためのシステムを整えたり提供するってことは、させていただけるかと思いますので、もし、興味のある方は、データを帰宅しても構わないって方は、こちらの方に、連絡先があるので、ご相談ください。であと残りも10分ぐらいしかないんですけども、
まあ、最近ですね、ゲノム医学で AB に関係する NBC の取り組みとしてアクセス制限が必要な人に関係するデータを収集したり公開する仕組みということで NBDC 人データベースというのを去年の10月なのでちょうど1年ぐらい前なんですけども始めました。でこれは人のデータです。やはりその個人情報であるとかさまざまなその公開にふさわしくないオープンの形でふさわしくないものに対してアクセス制限をしてデータを公開するといったその器とか仕組みルール作りっていうのが必要になってきたのでその取り組みを私ども今進めているということであります。でこれがそのちょっとここは実習がないのでスライドの方だけ見ていただければと思いますけども人データベース、ポータルサイトの人データベースってところを見ていただくと、入っていくことができます。でこの人データベースの、概要なんですけどもまず基本方針として人に関係するあらゆるデータを対象にしていこうということで、まあ、配列のデータとかあるいはその、表現型のデータとか、まあ、そういった人に関係するようなデータベース、データを対象にしたデータを集めていこうというようなデータベースになります。であと、なるべくそのシンプルで分かりやすいルール作り、先も申し上げましたようにいろんな複雑な問題が関わっているんですけども、分かりやすいルールで、多くの方に利用していただけるような、ことを目指しています。であとデータを受け取るときに私どもはその匿名化された情報のみ受け取るという形にします。要は個人情報につながるような情報を含めて私どもを預かるわけではなくて、研究機関さんの方で、匿名化された情報のみを受け取るような形をします。で、3つ目としてデータの提供とか利用に関係する審査は NBDC が行って、まあ、それをもとにデータの提供を差し上げるってことになります。であと4つ目として、やはりこの問題はいろいろその社会の情勢とかいろんなその、ものによっていろいろ変わってきたりすることもあるので、社会の理解や指針の変更に柔軟に対応していこうというルール作りをしています。で必要な整備としては、データ利用のためのガイドラインであるとか、そのウェブサイトまたデータの格納の仕組みについてを行っています。で人データベースのデータの種類を簡単にざっと紹介しておきますとオープンデータという形でこれは誰でも自由に利用できるデータなんですけどもこのデータに関してはその集団の例えば、統計値であるとか特定の個人の由来ではない、資料の分析の結果を対象にしています。でそれ以外の、個人情報につながるような可能性のあるようなものについては制限公開データという枠をつけて、人データ審査委員会 NBDC にある審査委員会の審査を経て利用可能にしているものになります。これは個人の、例えば疾患の情報であるとかといったものが対象になります。であと公開待機データというものがあってこれはその、データを出した後例えば、特許を取りたいとか論文を書きたいときにすぐにデータを出すのにふさわしくないものについて、ふさわしくないと、データ提供者の方から、要望があった場合には公開待機データとして一時的に私ども受け取らせていただいてある期間を経った時にまたその公開の方、制限公開等にデータを移動するといったものです。で先ほど申し上げました通りこの実験データは匿名化された状態の下で私どもの NBDC のデータベースの中に入ってくるという形になっています。でこれがデータベースの受け出しのところを模式的に表したものなんですけども、NBDC では、そのデータ共有分科会っていう、ものがあってそこでその共有のガイドラインとかセキュリティのガイドライン等を、策定したり、見直ししたりして、審査委員会の方でそれに基づいて、データの提供とか受け入れを判断するわけなんですけどもまずデータの提供する場合提供される方要は実験データを出してそれを、人データベースに載っけたいでデータベースに載っけたい目的の一つはおそらくその論文等に投稿してその、ID を取得するってことが大きな目的があると思うんですけども、そのためにまず人データ審査委員会の方にデータ、提供者の方から申請を行っていただきます。その時にはそのインフォームドコンセプトとか、臨時審査委員会の方を、そのデータを出していただく方の、機関の方でちゃんとやっていただいてからということが前提になります。でそれに受けて人データ審査委員会 NBDC の方で承認を しまして、承認したものに対して、メタ情報等をつけていただいて人データベースの方に格納していただくというような、手順になっています。
で一方でそれでその、データベース格納した後、まあ、ID を付与していただいて、それが例えば論文等に利用できるような形になったり、自分の研究成果を広く、公にすることができるというメリットがあると思います。でデータの利用者の方なんですけども、データの利用者の方は、データの申請をして、まあ、その場合にその、データ利用に関する倫理審査が必要になってくるんですけども、それを受けて、承認をさせていただいて、アクセスをする、まあ、これについてオープンデータについては、利用申請なくできるんですけども、制限公開データに対して、アクセスした場合には、このような申請と承認のプロセスが必要になるということです。でもう一つ最後に、利用した、状況を、また NBDC の方に報告していただくという、お願いを、まあ、義務といいますかお願いをしています。でこれが人データベースの、その、データ の、 その、保護の、図であって、ちょっとあまり詳しく時間をかけて紹介はしないんですけども、まあ、あの図を見ていただいて後から見ていただければ分かるんですが、比較的その厳しい条件で、アクセスが簡単にできないような形で整えていまして、特にその、制限データの中でもハイレベルタイプ2のセキュリティというものについて言うと、その入室管理、生体認証であるとか、そういったその入室管理のところまで含めてデータをのセキュリティの方をしっかり整えているということになります。ちょっと詳しいところはまた資料の方あるいはそのホームページの方を見ていただければと思います。もう残りがあと3分ぐらいしかないんでざっと紹介しますけども、あとその他の NBDC のサービスとしましては、ここに特に人気のあるものが3つまとめられていってますけども、統合テレビというのがあります。これはあのひょっとしたら NBDC の提供しているサービス、まあ、DBCLS が作って、まあ、NBDC の方も合わせて、公開させていただいているんですけども、一番多分人気のあるサービスで、これはそのデータベースの使い方とか、ツールの使い方を動画で、ご紹介しているものです。でこのデータベースの、統合データベースのところは今回の講師の中の、小野さんが、責任者ディレクターみたいな形で、されています。で、ちょっと時間がないのでちょっと紹介できないのは残念なんですけども、見ていただければと思います。であとライフサイエンス新着レビューといって、これはその日本語による英語論文の解説記事で、トップジャーナルに掲載した方の、ファーストオーサーの方が日本人のものについて、大佐の方による日本語による、まあ、解説の記事の、まあ、書き下ろしといいますか、また別にその図を作っていただいたりしているもので、CC by という形で、配布しているものになります。でこれについてもちょっとあの関連するものがあればちょっと注目して見ていただければと思います。であと、ライフサイエンス領域、融合レビューというのがあって、でこれはその学問領域を対象にした、日本語のレビューでして、これも比較的最近に、出てきたサービスなんですけども、いろんな学会の協力を得て、レビュー記事を公開させて、いるものです。あと時間最後なんですけど、まあ、統合データベースの取り組みで先ほど2011年に NBDC ができたって話をしましたけども、ライフサイエンスの統合の今、実はその段階を簡単にご紹介しますと、今、第2期という形に入っています。で第1期が2013年までで、今2014年に入ってこの2期に入っているんですけども、その2期にどういった取り組みをするかってことはちょっと今回割愛しますけども、今回紹介した、カタログとか一括検索とか、一括検索とか、アーカイブの、一括ダウンロードといったものがその第一期で整備された、まあ、成果になります。でこれまでその、我が国のデータベースというのは、まあ、各省庁でいろんなところで作られてきて、まあ、ファンディングという形で作られてきたりして、その、どこにどんな各省庁間で似たようなデータベースがあったり、どういう連携化されているのかって非常に分かりづらかったんですけども、特にこの今4省、さらに最終的に今後はその環境省なんかも入ってくるかと思うんですけども、ライフサイエンス系のデータベースの、情報のやはりその、統合化を進めていく。でその、省庁としてintegbio.jp、 このintegbio.jp っていう名前はそのインテグレーションバイオロジーっていうことだと思うんですけども、そういったページポータルサイトを設けて、その各省庁間の統合の取り組みを紹介したページが取り組みをしています。でこれは今後も引き続いていきます。以上、NBDC
の活動とそのサービスについて、ご紹介させていただきます。ちょっと時間の方が、1分ぐらい 1,2 分ちょっとオーバーしてしまったんですけども、これで終わりたいと思います。もしご質問等あれば休憩時間等がありますので、その時に、個別にご対応いただければというふうに思います。以上です。